こんにちは。今日は、木曜日で、外は雨です。なんかね、今日は一日雨っていうことで、気温もね、すごい低いんですよ。今は家の中はね、22度なんですけど、なんかもっと寒く感じますね。17度とか、16度とか、そのぐらいの体感です。はい。そう。今日お話しすることは、最近のその行動っていうか、やっていることとか、あとはこう考えていることをお話ししようと思います。具体的には、その給食のことなんだけど、一応自分の中では、今回のこの延長が最後っていうふうに考えています。それで、今回はね、3回目の延長で、7月の終わりまで、今のところ、今の時点では、一応7月の終わりまで、診断書が出ているので、それでお休みをしようと思っています。それで、最後って決まってから、結構ね、変わった、なんていうのかな、この気持ちというか、過ごし方が、結構変わったかなって自分で最近思うんですよ。っていうのは、やっぱりね、なんかね、こう、あまり戻りたくないんですよね。だから正直言ってそう、あまり戻ってもどうなんだろうってちょっとね、自信がないんですよね。だから、やりたいこととか、その思いついたことは、とにかく片っ端からやって、何でもいいから、もうとにかくもう思いついたことはやろうっていう感じで毎日過ごしてます。何かね、見えてきたらいいなっていう思いで、もう必死。そう、なんかね、例えば、こう、火事場のバカ力的なことが何か起きないかなっていうか、もうとにかくもう1ミリでもいいから、何かこう発見とか、こう自分がこの先やっていくこととかにつながるようなこと、まあ別にね、つながらないって客観的にこう見てつながらないよって思うことでもいいんだけど、もうとにかくこう思いついたことは全てやろうっていう感じで毎日過ごしています。なんでね、結構忙しいんですよ。もうほんと時間が足りないぐらいで、もう寝なくても食べなくても、こう鉄人のように動き回れる体が欲しいななんて毎日のように思っています。そう、まあ、何をやってるかっていうと、最近ね、すごいこうアイデアが湧いてきて、編み物とかいろんな作品、あんなもの作ったらどうかなとかっていうのが、なんかね、不思議、こう、どんどん湧いてくるんですよ。それで、それをこう、絵を描いてみたりとか、で、実際にそれを作ってみて、形にしてみたりとか、そういうなんかトライアンドエラーを毎日のように繰り返してます。でね、先日ね、ちょこっとお見せした、スイカの帽子、お孫ちゃんに作ったスイカの帽子も、実はね、まだね、四苦八苦していて、もうそろそろね、出来上がる予定なんですよね。今週末ぐらいには一回、出来上がって、ちょっと、試しに被せてみようかなって思ってます。はい。そんなんで、まあ、いろんなことで、その編み方を、こう、まとめて、編み図というか、そういうのを作って、YouTube にアップする準備とかもしたり、そう、そういうことをしてますね。で、あとはね、YouTube で、いろんな人が、こう、専門的なことをやってる人がやってる、例えばお料理とか、まあ、あとはハーブの扱いとか、そういうのを見て、自分ができそうなものは、やってみたりしています。アレクサ、ライトつけて。はい、後ろの電気つけました。あれね、TP タップって、TP リンクだったっけ？なんかコンセントにつけるリモコンというか、なんだろう、なんかアダプターがあって、それがアレクサとつながってるんですよ。だから、それで、その、アダプターにつなげたものは、家電は、ああやってね、アレクサ経由でつけることができるんですよね。そう、あれはね、
ちょっと話それますけど、あれはね、前から住んでいた、ワンルームに住んでいた頃、シーリングライトがついてなくて自分でつけるタイプの部屋だったんですよ。で、ああいうなんかちょっと雑貨屋さんみたいなライトを買って使ってたんですけど、なんかね、いろんな色でちょっと可愛くて手放せなくて飾ってます。で、ついでなんで、そのアダプターにつなげてたまにつけたりしてます飾りですねはい、何話したっけ。そうなんで、毎日ね、もうね、とにかくね、思いつくことを片っ端からやってるんですよ。だからね、結構ね、こう物理的に足りない時間が足りないですね。で、あとね、やっぱりこう、前もお話ししたんだけど、体力にも限界があるじゃないですか。だからね、もう体力どうしようかなと思って、今朝はこのなんかね、毎朝ね、やりすぎて編み物とか手が痛いんですよ。で、これは良くないなと思って、あ、そうだと思ってね、前に床屋さんを、80代だったかな、90代だったかな、とにかくもう高齢の女性が床屋さんを家業でやってるんだけど、で、その人は何歳になっても続けたいっていう風に言ってて、で、そのためにやってることって、手を毎朝、手の運動をこうやってグーパーってやってるのを思い出して、そうだ、私もちゃんと手を鍛えればいいんだと思って、手が痛いからね、手を鍛えればいいんだなと思って、まあこういう開いたり閉じたりっていうのもやるんだけど、今朝はね、指立て伏せをちょっとやりました結構ね、指立て伏せやったらこう手先とか手が強くなるなって思って、あとは握力とかも大事かなって思いました。そう、やっぱね、鍛えないとダメだよねって思って、いつまでも少しでも長く手作業ができるようにちょっと意識して いった方がいいなって思って、そんなこともしました。そしてね、あとね、その編み物以外なんだけど、最近YouTube を見て、これ何かわかりますか？これね、ローズマリーを無水エタノールに漬けたチンキっていうやつなんですよ。で、これを元にいろんなものが作れる。これをだから作っておけば、消毒液はこれに、精製水かなんかを少し加えて作ることができるし、あとは、まあ、グリセリンとか必要なのかな、化粧水、ローズマリーって若返り効果がすごい高いってすごい言われていて、なんでこれで化粧水も作ろうかななんて思ってます。意外とその無水エタノールとかってそんなに安くない、500ミリで1500円ぐらいするんですよ。だからそんなにはね、節約とかにはならないんだけど、やっぱりなんか手作り、自分で作ったって良くないですかなんで、そう、たまたまね、ローズマリーはお料理に使いたくて、まあ中ぐらいの鉢、まあ少し大きめの鉢で買ってあったんですよ。で、結構ね、順調に育っていて、たまに花が咲いたりして、香りもすごいいいので、そう、持ってたんですね。で、それをなんかね、こう剪定してあげないと葉っぱが増えないらしいんですよ。私ずっとね、なんかもったいなくて切れないとか思っていたんだけど、逆にこう切ってあげないと、切ってあげるとそこからまたこう枝が出てきて増えていくっていうことらしいんですよ。なんで、そう、たまにね、切ってあげて、こうやってお料理とか、まあいろんなことに使ってあげるといいみたいです。これすごくないですか？これね、たった一晩しかまだ経ってないんだけど、なんか YouTube では1週間から2週間つけたら使えますって言ってたんですよ。だけどね、これでもうすでに使えそうな色、なんか YouTube でもこんな感じの色だったんですよ。で、1週間か2週間したらそうなるのかなと思ったら、一晩でこんな綺麗な緑色になりました。そう、なんか何色入れてないですよ。本当にローズマリーの葉っぱを無水エタノールに入れただけなんですよ。すごい、こんなに綺麗な色が出ました。で、これを100円ショップとかで売ってるガラスのスプレー瓶、なんか30ミリリットルとか、こんなちっちゃいスプレー
のボトルに入れて精製水を少しだけ加えて、で消毒液、携帯用の消毒液にしたりっていう風に使ったりっていう風になります。なんでこれをね作っておけばいろんな用途に作ることができるのでいいなって思って作ってみました。はい。でね、あとはね、まあ明日動画アップできるかなと思うんだけど、梅酒を作ってみようかなと思って、私ね梅酒って作ったことがなかったんですよ。なんでなんか友達が Facebook とかに作りました、今年も作りましたとかってアップしてるのを見ると、うわーすごいなーなんて思って、私作ったことないからなんとなくこう難しいのかなって思い込んでたんですよ。だけどまあちょっと前に焼酎にレモンをつけて私作ったんだけど、それにちょっとね蜂蜜を入れたりしてちょっとコクを出すような感じで、それでチューハイが飲めるみたいな形で作ってみたんだけど、まあそれとそんなに変わんないんですよね。ただね氷砂糖とか入れてつけるだけなんだけど、ちょっとね一通りお見せしようと思って動画をアップする予定でいます。そう、ね、その梅酒については動画で勉強したとかじゃなくて、母親が毎年つけているんですよ。実家に梅の木があって、そこから収穫した梅を使って毎年ね母親が梅酒をつけているので、ちょっと母親にいろいろ聞いたりしてやってみました。あとはね瓶とか買うと、瓶とかあとはそのホワイトリカーとか買うと必ずその果実酒の作り方って載ってるんですよ。何種類もイチゴとかライムとか、まあ、いろんなその果物で作るお酒の作り方が載ってるので、YouTube とか見なくても全然誰でも作れるんだなぁなんて思って、そう今回作りました。そう、あとね無人売り場、近くの農園のいつも行っている農園の売り場に梅がこの時期ずっとあったんですよ。でね、たまにね売れ残ってて、梅かやったことないからなって思いながらいつも買わないでいたんだけど、あまりにも毎回ね梅があるので、やってみようかなってちょっとずつ思うようになって、そしたらね友達が梅酒作ってる今っていう風に LINE が来て、そうなんだと思って、梅酒もいいよね、いろんな種類のお酒が家にあったら楽しいなと思ってはい、で今回は初めて作ることにしました。そうそんなことしました。あとはね簡単なお仕事の応募をしてみたりとか、まだそれは応募したばっかりで、どうなるかわからないんだけど、そう本当にちょこっと1日 3,4 時間週3日から4日ぐらい働こうかなって思ってちょっとね応募したりもしてました。はい、それはね私が応募したのはコールセンターのアルバイトかな。そう、そんなお仕事です。コールセンターもね私前に一回大手の大手の企業のコールセンターで働いたことがあったんですよ。そこはねパソコンの操作の案内、あとは Windows の、Office製品の扱いとかトラブルシューティングとかそういうところでどのぐらいかな、半年ぐらいちょっとアルバイトしたことが あるんだけど、結構ね自分のためにもプラスになるんですよね。そういう技術も身につくし、聞かれたら答えなきゃいけないのでもう必死に調べるんですよね。そうだからねすごいいろんな知識がつきます、コールセンターは。あとは話し方とかもすごいね身につくし、そういった話し方のテクニックとかも身につくので、そうコールセンターはね本当いいと思いますよ、ちょっと働くには。はい、でそうそう、でね今朝ちょっとたまたまこれサルーっていう雑誌があるんですよ。これねフリーマガジンで、私の住む地域は、東急電鉄がいっぱい通ってるんだけど、東急電鉄で出してる
フリーマガジンなんですね。毎月20日になると駅構内とか、あとはね、そう、東急系のスーパーとか、そう、東急関係の場所に置いてあるんですよ。そう、あっという間になくなっちゃう。結構人気で、で、東急線の通っている、東急電鉄の通っている地域のお店なんかを紹介してて、割とおしゃれな感じの雑誌なんですね。であっという間になくなっちゃうんだけど、渋谷駅には大量に置いてありますね。結構20日過ぎても、20日とか次の月に入っても結構ね、大量に置いてあったりします。でね、これをね、今朝見てたんですよ。そしたら、この SDG っていう風なことが書いてあって、SDG ってサステナブルデベロップメントゴールっていうんだけど、で、これは日本語で言うと持続可能性の開発みたいな、そういう感じなんだけど、あんまりね、こう深く考えたことなかったんですよ。ただね、会社でもこれ、持続可能サスティナブルデベロップメントゴールに向けて何かイベントをやりなさいっていう指示がこう親会社から来て、で毎年毎年そのサスティナブルデベロップメントゴールにまとったイベントをやらなきゃいけないっていうのがあって、何をするかっていうのを考えたことがあったんだけど、いまいちね、その英語と日本語とこの目的っていうのがこうピンとこないっていうのがあったんですよね。そのサステナブルデベロップメントゴールを日本語にすれば持続可能な、なんか開発みたいな、そういう感じじゃないですか。そしたらなんかこうピンとこないんだよね、何それみたいな。持続可能性って何みたいな。だけど、まあ、内容を見てみれば、例えば貧困をなくそうとか、その全ての人が健康的な生活を確保しようとか、全ての人が人間らしい働き方をしようとか、あとなんだろうな、インフラ整備をしようとか、ゴミをなくそうとか、なんかそういうことがいくつかあって書いてあるんですよね。で、まあ、いろんなこの目的、取り組みを見てると、結局は誰もが無理なくこう継続できるような方法で穏やかにこう生きていけるようにしていく取り組みみたいなニュアンスなのかなっていうふうに感じました。そうだからね、持続可能性って日本語で言っちゃうと割とこうそういう活動に結びつかなかったり、そのニュアンスが伝わらないんじゃないかなって、私はすごいそういう感じがしたんですね。多分英語でそのサスティナブルデベロップメントゴールスって言ったら、もしかしたらみんな、結構しっくりきて、そういうふうにこう誰もが無理なく継続できる方法でこう穏やかに生きれる方取り組みをしようよっていうふうな、いうふうにこう理解できてるのかなって思うんだけど、でもなんか日本語に直しちゃうと割とこうしっくりこないものがあったりして、難しくこうなんだろう、こう意図が伝わらないっていうことがすごい多いのかななんて思いました。そうでね、まあそれはそれでいいとして、まあ理解の問題なんで、で見てみると、その環境とか特にこうすごい身近な部分で言ったら、その環境とか食べ物とか、まあ、貧困とかもそうなんだけど、そういったゴミをなくそうとか、そういうその環境についてっていうのが結構大きくて、で、まあ、見てるとそのリサイクルとかアップサイクルって言ったかな、例えば、傘をバッグに作り変える、こう可愛い傘があったらこういうバッグに作り替える、その今まであったもので、壊れてもう古くなって使わなくなったものに何かアイデアとかそういうデザインとかそういうものを加えることによって新しいものを作り替える、新しいものに作り替えるとか、そういうことがアップサイクルっていうらしいんですよ。そうだからなんかね、こういうのを見てると延々とやることって
耐えないなって思いました。まあ、手作りで1から0から何かを作るっていうのもありだと思うんだけど、既存のもので、こう、古くなって使えなくなったものを、こう、利用して、そこに新しく、こう、アイディアとか、こう、技術とか、デザインとかを加えて、そう、また別のものを作るっていうことが、すごくね、これから必要になってくるんじゃないかなって思います。こういう取り組みが、こう、どんどん進んでくるとね、そういうことができる人っていうのは、すごい有利になるのかな、なんて思いました。そう、だからね、なんだろう、こう、いろいろやることが、これからもどんどん増えていくのかなって、手作りが大好きな人にとっては嬉しいことで、本当やることも絶えないんじゃないかななんて思いました。はい。で、そう、 YouTube でもそういうことやってる YouTube とかってすごい面白いですよね。で、私もね、そういうの見るの大好きで、でね、私がよく見るチャンネルって割と男性がほとんど、もう 90% 以上視聴者が男性っていうチャンネルが多くて、そう、その中の一つに群馬17っていう男の人がすごいいろんなものを作っていくっていう動画が、チャンネルがあるんですけど、すごい大好きで、それよく見てるんですよ。すごいね、テンポもいいし、作るものがすごいんですよね。まあ、男の人ならではのものなんですよね。もともとなんか、まあ、車が好きで、男の友達同士でこう集まって、まあ、ちょっと、基地みたいな、秘密基地みたいなところでみんなが集まって、みんなでこう家を建ててみたりとか、なんか、なんだろう、車いじったりとか、車全塗装したりとか、あとはなんだろう、薪ストーブもね、全部ね、部品買ってきて自分たちでつけたりとか、もうあとね、結婚するからって、この金を溶かして指輪をね自分で作ったりとか、もうね、何でも作っちゃうんですよ。で、ちょっとね、そのハードの部分、ハードってその機械とかそういった部分では、わからないもの、見たこともないような道具とか、知らない道具とかもあるんだけど、だけどね、知らないけどすごいなっていう感動はあるんですよ。もう本当見ててね、飽きないですよね。で、そんな動画を見たりしています。そう、だから、まあ、ちょっと話それちゃったんだけど、そう、こんなね、このサスティナブルデベロップメントゴールっていうのは、これからもずっとこう、取り組みが、活動が続いて、世界的に続いていくと思うので、やっぱね、ものづくりが好きな人は有利になるので、ぜひぜひ続けていけたらいいなって思ってます。好きな方はぜひ続けて、いろんなアイデアを出してみて行くといいかなって思います。あとね、デザインですよね。デザインもね、その見た目がいいとか、かっこいいとか、センスがいいとか、かわいいとかあるけど、それだけじゃなくて、こう、なんて言ったかな、こう、デザインによって、なんだろう、こう、それを使いたくなるとか、デザインによって、初めて見たものでもその使い方がわかる。例えば椅子ってもしこの世に例えば存在しなかったとするじゃないですか。そしたら椅子の形、背もたれがあって座る部分があってっていう、そういう形とか大きさとか、そういうデザインで初めて見た人でもそこにこう座ってみるとか、そういう使い方がそのデザインで伝わるっていうのもあるので、そういうのも考えながらやっていくと、すごいいいものができるんじゃないかな、なんてことも考えていました。はい、はい、そんな感じで今日はちょっとダラダラとお話ししたんですけど、ね、もう一つの編み物の方とかもたまにアップしたりしているので、なかなかね、こっちの今度チャンネルが動画のアップデートが遅くなっちゃったりしてます。はい、はい、そんな感じで今日は終わりにします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。ではさようなら、バイバイ。